はい、お疲れ様です。7月15日桧原湖ガイド終了しました。ですね、まあ、昨日今日14、15日と、まあ結構なんていうかな、1日の半分くらいが雨で、でまあ残りが、まあ、意外と天気が、まあそんなにドピーカンではないですけど、まあまあ曇りでちょっと気温上がってって感じで、まあ昨日今日と、トップですね、トップウォーターへの反応が、まあ、ここ最近の中ではかなりいい方の日だったんじゃないかなっていう感じですね。なんでまあクローラーとか、まあ、ジョイント負荷とか、まあ、この辺投げて釣ってました。はい。で、そうですね、やっぱり今年の特徴としては、やっぱりここまでの傾向だと、シャローのエビですね、シャローのエビがあんまり多くない。よって、シャローのエビ食いの魚も少ない。まあね、シャローのエビ食いの魚がやっぱりね、結構虫で釣れたり、まあね、こういう釣りで釣れたり、ノラネズミ、エンペラで釣れたりとかそういう感じなんで、やっぱりね、そのシャローのエビ食いの魚が少ないとどうしても、まあシャローのね、そういう面白い釣り。まあ、シャローフラットとかやどちらかというとバンクですよね。バンクの釣り。まあ、なかなか機能しなくてちょっと寂しいなっていう感じなんですけど、まあ、昨日今日に関しては、まあ、ここ最近の中では、まあ、割とこういうトップ系がね、釣れたんじゃないかなと思います。はい。で、まあね、それはもうラージ、スモール問わず、まあ、ラージはね、まあ、意外と、その、徘徊系ですね。まあ、アフター回復してんのかしてないのか分かんないくらいの感じの魚がね、結構うろうろしてたりとか。まあ、釣れなかったんですけどね、ラージに関しては。まあ、でも出会いは割とあって、まあまあ、一頭一頭。まあ、この手をついて、やっぱりね、もう、ね、特にキャストがきちんと決まったりしたら、ね、いつ、ね、でっかいやつが食ってくるかわからないっていう、そういうドキドキ感があるんで、やっぱりすごい楽しいなって思いますね。はい。まあね、まあ、この後ですね、この後本当にね、またシャローがさ、いまいちな状態から、まあ、さらに良くなってきたりするのかどうか、ね、ちょっとわかんないですけどね、そもそもがね、深い、まあ、シャローのエビ動向以上に、そもそも魚が全体的にね、深いと、まあね、ディープレンジに関しても、まあ、例年よりもさらに深いっていう状況がずっと続いてるんで、まあ、今後ね、どうなっていくのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあね、まあ、ようやく最近になってちょっとずつ満水の、まあ、フル満水から、まあ、減水が、ね、始まったりとかして、まあ、言うてもまだ減水、まあ、まだ満水なんですけど、まあ、まあ、これから状況がね、変わっていくとは思うので、まあ、まあ、できればこういうシャローの釣りも、なるべくはやって楽しくやりたいなっていう感じですね。はい。まあ深いところも、まあ深いところは深いところで楽しいし、まあこっちのシャローのね、大きなルアーとかも楽しいしって感じで、まあ、できれば両方やっていきたいなっていう感じですね。はい。ということで、7月10、何日だっけ ?15 ですかね。15の、はい、桧原湖ガイドでした。